マドリーということで、おい IG、マドリーの話なのになんでインテルマイアミのやつ着てんだよって思った方いると思いますが、まあこのユニフォームはね、メッシのユニフォームなんだけど、イグアインも昔いたから OK しようってことで許してください。あとこのユニフォームかっこいいし好きだから、まあ許してくれよ。このユニフォームでね、マドリーの動画撮ってほしくないっていう方が、まあコメント欄に多かったら、次からはね、黒のトレーナーとか、まあ普通の私服で撮ろうと思いますので、まあ文句があった場合はコメント欄に言及してください。まあ今回の動画はね、俺の衣装についての動画ではなく、エンバペについての動画となっております。それらの新しい出来事についてまとめさせていただきながら、今回はね、エンバペだけではなく、ここ最近報道が多いアルフォンソ・デイビス、ミゲル君、ヨーロ君かちょっと定かではないんだけど、とりあえずエンバペだけでなく彼らについても今回の動画でまとめていきますので、まあここ最近マドリの動画出しておりませんでしたが、マドリの最新情報はほとんど終えると思いますので、マドリが好きな方、マドリのことが気になっている方は最後まで見てくださると楽しいんじゃないかなと思います。それでは行きましょう、レッツゴー。まずは久保くんの話から行こうと思うんだけど、久保くんついにレアルソシエダと2029年まで契約を延長ということで、ここ最近ではね、サラの後側に久保くんとか言われてたり、まあマンチェスターユナイテッドに移籍するんじゃないかっていうのは、あんまりメジャーなね、アスレティックとかでは報じられてなかったけど、大したことないって言ったらあれですけども、そんなに信憑性が高くないソースからちょこちょこ久保くんのユナイテッド行きなども報じられておりました。またマドリーへの復帰とかもね、まあそのようなメディアから出ておりましたが、まあその辺の移籍の可能性が今シーズンの夏に行われるみたいなのは、この契約延長にてなくなったんじゃないかなとは思います。まああくまでも契約更新だから、必ずねこの夏久保くんがソシエダから離れることはないっていうことではないんですけども、まあ大体契約延長した後にね移籍するってほとんどありえないことですから、とりあえず久保くんがねこの夏に他のクラブに移籍することはないと考えていいんじゃないかなと思います。まあでもこの判断個人的に正しいと俺は思ってて、この主張はね結構いろんな動画でしてきたと思うんですけど、まあマドリーにはね、まあブラヒムがいてギュレルもいるという状況になってます。特にブラヒム君はね、今シーズンの序盤かなり干され気味でしたけども、途中からねアンチェロッティの信頼をつかみ取り、素晴らしいプレーを繰り広げておりますから。でもまあ正直ブラヒムと久保くん、どっちがね上手いかって言ったら、まあ久保くんな感じはするけど、でも優先してね久保くんを取りに行かなきゃいけないぐらいブラヒムがひどいかっていうと、個人的にはね全然そんなことなく、むしろブラヒムもっと評価されていい、内心試合出してあげたらって思うぐらい、まあ調子いいと思いますから、なんて言うんだろうな、まあ久保くんがこのソシエダとの契約延長したっていうのは全然正しいことだと思いますし、そんなに驚くことではないんじゃないかなと思います。まあギュレルくんもねちょこちょこしか出てないですけど、本物感強いし、トップ下と右ウィングができるよねっていう選手、マドリーもすでに2人もいるという状況ですから、もともとマドリーへの復帰はなかなかないと考えられておりましたけども、まあ今回のでほぼなくなったと考えていいんじゃないかなと思います。またバルセロナもね、ヤマルくん出てきましたし、まあそもそも金がないから、まあバルサにも行くこともなさそうだし、あと 2,3 年レアルソシエダでさ王様やって、まあ、一通りもうすでに久保くんねラリーガの顔になりつつあり、ソシエダのね王様になりそうな感じはしますが、まあもうちょっと高めてってね、なんて言うんだろうな、ムニアインとか一時期のパレホみたいな、まあパレホは今ビジャレアルの顔やってるから現在進行形でラリーガのクラブの顔ではあるんだけど、まあそのような存在になっていったらいいんじゃないかなとは思います。まあ今の活躍を考えたらね、全然プレミアのビッグシックスに、まあ特にリバプールなんかさ、サラがいなくなった後後駒に彼ぴったりみたいな、そういう報道も出てるし、実際俺もねサラの後久保くんっていうのはありえない選択肢じゃないから、まあ全然そういうのはあると思うけど、とりあえず久保くんスペインっていうイメージ強いし、スペインであと成り上がると言ったらバルサかマドリーぐらいしかないわけじゃん。まあ全然アトレティコ行っても面白いと思うけど、アトレティコがね久保くん帰るかって言ったらさ、そこまでの金がないっていうのはみんな分かってると思うから、このレアルソシエダとの契約延長は個人的にいいものだったんじゃないかなと思います。まあ俺のチャンネル的にはね、ユナイテッドに来てくれたらめちゃくちゃ嬉しいし、まあバルサに移籍してもマドリーに移籍してもね、まあ全然うちのチャンネル的にはめちゃくちゃ嬉しいんだけど、まあ現実的に考えたら、まあ延長して残留するのが、まあ一番いいような気がしてるので、この久保くんの契約延長は素晴らしいものになったんじゃないかなと思います。今回の契約延長によってマドリーとのね、優先オプションがどうなったのかっていうのはまだ報じられておりませんから、もしこの辺の買い戻しオプションについての情報が明らかになったら、それについてもまた動画にしようと思います。まず今回のエンバペ騒動が話題になり始めたのは、フランス紙レ・パリジェンの報道がきっかけとなっておりまして、その記事曰く、エンバペがパリ・サンジェルマンを去るのはほぼ確定的であり、パリ・サンジェルマンやフランスサッカー界の関係者たちは、
ンバペが去るという可能性を強く感じているということでございました。またマドリードではエンバペのための大規模な契約交渉が行われているという内容になっており、この記事をマルカが引用して新しい記事を出しており、その記事によりますとエンバペは今年行われるユーロにも出場予定なのですが、パリで行われるオリンピックにもかなり熱量が高いらしく、パリオリンピックにてフランスでのサッカーを一区切りさせてしまうんじゃないかと報道されておりました。まあこのね、元になった記事を見る限りですと、正直確定的なものはなく、まあ関係者の中でね、エンバペやっぱフランスからやっぱいなくなるらしいぞっていう感じなので、あ、そうなんだみたいな感じだし、まあ今年はユーロもオリンピックもあって、オリンピックはパリでやるから、パリオリンピックでさ母国を優勝に導けばキリいいし、エンバペ普通にフランスから出てくんじゃねっていうのは、まあ記者の憶測感強いじゃないですか。だからまあキリがいいっていうのをね、なんとなくわかるし、そういう想像をねするのはわかるっちゃわかるんだけど、まあエンバペとさマドリの話題って、まあ、今シーズンで終わりそうじゃん。もう今シーズンエンバペマドリに行かなかったらもう二度と行かなそうだし、結構ノリで出したような記事な気がするんだよな。とりあえずエンバペとマドリだったら、まあ、ビッグトピックだし、まあ記事も売れるっしょみたいな、なんかそういうノリで出した感じが強いので、クソ記事なんじゃないかなと思ってました。しかしそのような報道があった後、ロマーノ報が発射されることとなっており、その内容によるとマドリーのロッカールームではエンバペの詳細について共有されており、エンバペはマドリーで減俸しなければならないこと、またパリ・サンジェルマンがエンバペ退団後を想定して後釜を探していることが明らかになっており、エンバペが退団を決めた場合は一番最初に我らが元射程候補であったケライフィー君に退団することを伝えるということもあって報道されておりました。このロマの方を見てしまうとね、レ・パリジェンの報道が正しかったようにも思えますし、マドリーのロッカールームでエンバペについて詳細な情報が共有されているということなのであれば、マドリーとエンバペのママの交渉というのはもう最終段階まで来ていると考えていいんじゃないかなと思いました。まあ過去の動画で触れたことなんですけども、エンバペのお母さんと契約交渉を行うゼネラルマネージャーホセ・アンヘル・サンチェスはアスレティックの報道曰く、エンバペのお母さんは彼のことを気に入っているみたいですし、マドリーとエンバペの交渉がうまくいってるっていう可能性は高いんじゃないかなと思います。またパリ・サンジェルマンは1ヶ月前のアスレティックの報道でも、エンバペが残留する場合も退団する場合も考えて予算と計画を立てているということは報道されてましたし、クラブは今回の契約更新にて多額のお金を支払うことに前向きではないというのが報道されておりましたから、最新のロマーノ報の内容を考慮するとエンバペのマドリー移籍というのは非常に近づいてるんじゃないかなと思いました。ちなみに前回のオファーはね、マルカ曰く年間2600万ユーロの年俸と1億3000万ユーロのボーナスでした。一応カポロジーというサイトでね、選手たちの給料を見れることができるんですが、レアルマドリードでね一番高い給料をもらってるのはクロースということになっており、クロースの年俸が約2500万ユーロということですので、まあエンバペはパリサンジェルマンで7200万ユーロもらってますが、前回提示した給料が2600万ユーロで、まあ報道が正しければ2600万ユーロ以下の給料でエンバペは契約を結ぶ可能性があるということですから、マドリー側はねエンバペを受け入れた場合でもその給料であれば、あのクリスティアーノ・ロナウドでも最大2500万ユーロまでとなっていたシビアな給料形態を維持することができますし、エンバペはねレアルマドリードに移籍するっていうずっと描いてた夢を叶えることができますから、お互いにとっていい形でこの移籍を締結できるんじゃないかなと思いました。っていうのがこれまでの流れということだったんですけども、2月13日今朝のアスレティックの報道によれば、エンバペは来季マドリーへ移籍することを前向きに考えており、またペレスもアンチェロッティに来季からはエンバペがいることを告げ、ペレスがこの交渉に大きく関わっているということも明らかになっておりました。また他にはパリ・サンジェルマンの上層部たちはエンバペとの契約延長に悲観的になっているらしく、この辺の今朝の報道を見る限りですと、エンバペのマドリー移籍というのは今年こそ実現するんじゃないかという感じになってます。いや、なんかペレジーがもうアンチェロッティに行ったんだったら本当な感じはするし、まあでも前回の時もね似たような状況だった気がするから、まあなんとも言えないっちゃなんとも言えないんだけども、やっぱここまでの流れを振り返っていくと、エンバペのマドリー移籍というのはガチで現実的なんじゃないかなとは思います。しかしこのアスレティックの報道にはねもう一つ情報がありまして、その情報曰くエンバペ本人はマドリーへの移籍に前向きということなんですが、エンバペの側近たちの中では意見が大きく割れているらしく、エンバペがパリ・サンジェルマンで稼ぐ額、あるいは他のクラブで稼ぐ可能性を考えると、彼のマドリー移籍というのは財政的に良くないと指摘している層もいるということみたいでございます。この辺の情報を見てしまうとね、この動画でエンバペの代理人であるお母さんについては詳しく話しましたが、代理人のお母さんが納得していない感じがあり、今後エンバペがマドリーに移籍できるかどうかっていうのは結構お母さんが関わってくるんじゃないかなと思ってます。まあでも代理人が納得してないから移籍が成立しないってかなり変な話なので、なんだかんだ状況を振り返るとパリ・サン
サンジェルマンはさ、もうエンバペとの契約延長は無理だみたいな感じで、マドリー陣営はノリノリで、本人もノリノリだわけでしょ。なんかこの辺のことを考えたら、全然エンバペが、いや母さん俺に任せとけみたいな感じの一言言っちゃえば全然決まるような感じもするし、パリサンジェルマン側のことも考えると、もう後釜を探し始めてるって報道もあったわけじゃん。だったらもういっそのことお母さんが面倒くさくしてるのもパリサンジェルマン側的にもね迷惑だと思うので、なんとなくお母さんは今反対してるんだろうけども、そのうち静まって、まあエンバペはマドリに移籍しましたっていう流れになるんじゃないかなと俺は思ってます。まあでも本当この辺に関してはね、アスレティックの報道だったりロマーノの報道があっても前回の移籍はなくなってますから、また何か新しい情報があれば動画にしようかなと思ってます。皆さんはエンバペマドリに来ると思いますか？その辺の意見もコメント欄に VE をしてってくれると幸いです。おいえお。そしてエンバペ以外の移籍の噂見ていきますと、リレボの報道によれば、現在レンタルで来ているケパ先生は買い取られない方針らしく、今季はルニンに守護神を任せ、来季はクルトワとルニンの二人体制でやっていくことがまあ決まっているみたいでございます。ルニン先生はね契約延長まだなので、来季もねルニン先生にお任せしたいと思ってるのであれば契約延長しなければならないですし、まあ配信とかね動画をちょこちょこ見てくださってる方ならわかると思うんですけど、俺ぶっちゃけそんなにケパに信頼なかったから、このケパが買い取られない報道みたいなのはまあ驚かないというか、やっぱそうだよなって感じがしてしまいました。まあ別にケパに恨みとかないけど、なんかルニンの方が安定してる気がするんだよね。バイブスの問題なのかな。俺はこの辺のことをね言語ができないので、もし言語ができてなんとなく原因が分かってる方がいたらコメント欄で教えてくださると幸いです。そして獲得の噂について見ていきますと、マルカではバイエルンのアルフォンソ・デイビスとリール所属のレニー・ヨロが候補に挙げられており、アスレティックではこの2人に加えてジロナのミゲルが挙げられることとなりました。アルフォンソ・デイビスとミゲルはねポジションが被ってますし、メンディとフラン・ガルシアがそのポジションにはいるということですので、まあこんなに1つのポジションに多くの人必要なのかなっていうふうには思ってしまいました。まあでもこの2人がねマドリーへの復帰ないし移籍の噂が出るのは違和感はないので、理由について話していきますと、ミゲル君はジロナにてバルサ戦で得点を決める活躍を果たし、キレのあるドリブルとクロス性能などで大活躍しており、アスレティック曰くマドリーは買い戻し条項をつけており、内容を見ていきますと、2024年夏に復帰させた場合は800万ユーロ、2025年だと900万ユーロ、2026年だと1000万ユーロという感じで、まあ年々高くはなっていきますが、比較的安い価格でマドリーは彼のことを買い戻せる状況になってます。またミゲルに関しては他のクラブからオファーがあった際、48時間以内にこの買い戻しオプションを行使するかどうかを検討し、もし獲得する場合はそこから5日以内に移籍金を払わなければならないというルールがあるみたいなので、ミゲルは今シーズンジローナで結果を出すことに集中していますが、いつかはねマドリーに帰りたいっていう思いがあるみたいなので、これらのことを考えるとミゲルがね今年の夏にマドリーに復帰をするのは簡単な話なんじゃないかなと思います。しかしアルフォンソ・デイビスもねマドリーへ移籍する可能性が低いかっていうと、そういうわけではなく、アスレティックの報道によりますと、彼の側近とマドリーはデイビスのためにデザインされたプロジェクトについて彼の側近とマドリーは話し合いを続けており、ビニシウスとデイビスはかなり親交が深く、クラブとマドリードにデイビスは非常に好意的みたいですので、デイビスはマドリーへ移籍する可能性はありそうという状況でございます。またバイエルンと彼の契約は2025年までとなっており、マドリーがデイビスに対して契約更新に動かないことを求めているからか、バイエルンとデイビスの交渉というのは現在難航しております。ちなみにマドリーは10年前来年で契約が切れる状況だったクロースを比較的安い移籍金で獲得しており、ここ最近だとアラバをバイエルンからフリーで獲得しております。とりあえずデイビスの市場価格ってさ、まあ、7000万ユーロになってんだよね。でまあ来年で契約が切れる状況だったとしても、アルフォンソ・デイビスだったら移籍金を絞り取る際最低でも5000万ユーロぐらいは入る選手なわけじゃん。でバイエルンはさ、どちらかというと健全経営で突き進んでいる感じのクラブじゃない。この辺のことを考えたらバイエルンは彼のことをフリーで出すとは思えませんし、マドリーとの接触がね何度もあるっていうのは俺たち極東のファンでも知ってることなんだから、バイエルン側も認知している可能性は高いです。だから案外アルフォンソ・デイビスに関してはマドリーがオファーを出した場合そこまで嫌がらず、まあまあな移籍金をもらってバイエルンは彼を放出するでしょうし、マドリー側が本気でアルフォンソ・デイビスを取りたいのであれば取れるんじゃないかなと思ってます。なんかこの辺の左サイドバック事情をまとめていくとさ、お金に余裕があるならデイビスっていう感じで、まあお金に余裕がないけどフランカルシアよりもいい選手が欲しいっていう感じなんだったらミゲル君もありみたいな感じになるのかなと思います。まあお金に関してはね、エンバペはフリーっちゃフリーなんですが、給料は減俸したという報道が
がありましたけども、ボーナスもね棄権したみたいな報道はなかったことから、契約ボーナスが、まあ、前回提示されたものから減額されてないとなると1億3000万ユーロのボーナスがもらえるという契約を提出しておりますので、亀太郎の獲得は結果的にお金がかかるよねっていう状況になっており、場合によってはねハーランドもエンバペと同じタイミングで来るかもしれないということみたいですから、なんとなく左サイドバックで今年マドリに来る選手がいるのであればミゲル君になるんじゃないかなと思ってます。まあハーランドとエンバペの両取りを実現させないんだったら全然アルフォンソ・デイビスが来るような感じはするし、まあこの辺の組み合わせ誰が来るか問題みたいなのは、まあコメント欄で楽しんでくれたらめちゃくちゃ楽しいんじゃないかなと思います。まあでも俺の中での考えはね、なんとなくペレジーはね両取りするような気がするから、左サイドバックでマドリーに選手が来るとするとミゲルが選ばれるんじゃないかなと思ってます。また俺はねエンバペとハーランド両取り説を考えてるから、ちょこちょこ噂されているレニー・ヨロ君も来ないんじゃないかなと思ってます。市場価格はね2500万ユーロだからあんまり高くなく、来年で契約も切れるという状況ですので、比較的安い値段で獲得できるんじゃないかなって感じはします。しかしマルカの報道が正しければリールは彼の移籍金を約6000万ユーロに設定しているみたいなので、マドリーは撤退するんじゃないかなと俺は思ってます。まあでもこの話はねあくまでも両取り前提っていう話だから、なんとなくなさそうっていうのはあるけど、現在マドリーのセンターバック陣営は高齢化が進んでおり全員怪我してるよねっていう状況だから、まあセンターバック必要そうな感じはするし、ナチョもね契約延長が決まってないという状況ですので、まあなんとなくセンターバック陣営で空きが空きそうということですから、ヨロ君の獲得はないんじゃねって最初に言いましたけど、なんだかんだヨロ君がマドリーに移籍してても違和感はないのかなと思います。まあぶっちゃけアルフォンソ・デイビスもハーランドもさ超絶必要かっていうと、エンバペが来るならハーランドは別にいたらいいけどっていう感じだし、アルフォンソ・デイビスもね強豪相手だったらメンディーで、隠した相手だったらフラン・ガルシアでなんとかできる気がするから、割とエンバペとヨロを獲得するのが一番硬いみたいなこともあり得るんじゃないかなと思います。ぶっちゃけハーランドとデイビスの両取りって来年でもできそうだし、そんな焦ることじゃないのかもな。一応ヨーロ君についてはねあまり知らない方が多いと思いますので、彼の特徴について見ていきますと、彼は190センチ右利きのセンターバックとなっており、リールの下部組織をレペゼンするセンターバックで、16歳という若さでプロデビューを果たし、18歳と若いですが現在主力選手として活躍し続けており、身体能力の高さとポジショニングが評価されてスタメンとして試合に出続けているみたいです。しかし彼にもね一応悪い点がありまして、その悪い点とは経験不足のためパスの判断が悪いことという風に言われております。この特徴を挙げてしまうとね、なんやバランやないかいみたいな、そんな感じはしたと思うんですが、プレー集を見るとね確かにバランのように身体能力を生かしたディフェンスで相手を止めているだけでなく、ロングフィードを打ってパスをつなぐみたいなシーンもかなり多く見られましたから、パスセンスがないっていうわけじゃなさそうですし、リールの監督であるフォンセカは私のキャリアの中でこれほど成熟した若い選手を見たことがないとヨロのことを絶賛しており、まあ18歳と非常に若い選手だからパスの能力が微妙っていうだけで間引くのはもったいないんじゃないかなと思います。まあぶっちゃけセンターバック陣営怪我多いし、獲得はマジでありなんじゃないかなと思います。てかリーグワンからマドリーってさ結構相性いいよね。ここ最近だとカマビンガとレヌ、チュアミニとモナッコ、まあ怪我は多いけどもそれ以外はいい感じだメンディさん、もっと遡っていけばさハメスとモナコって、バランはランス、リオンはベンゼマと、かなりリーグワンからラリーが相性いい感じがするから迷わずゴーっていう感じはしてしまいます。まあでも報道量に関してはね正直アルフォンソ・デイビスが一番多くて、ミゲルとヨーロに関してはまあそこそこっていう感じなのかなと思います。だからなんとなく予想するとエンバペとヨーロコンビがマドリーに来てメンディの売却次第でアルフォンソ・デイビスかミゲルどっちかが来るみたいな、そういう状況になるんじゃないかと僕は予想しております。皆さんはどのように感じてどのように予想しましたか、その辺の意見もコメント欄にて聞かせてください。まあ以上で今回の動画は終わろうかなと思います。エンバペ関連また何かあったらこすってきますから、ぜひぜひエンバペ関係気になってる方はチャンネル登録してください。いやーなんか久保くんもねレアルソシエダに契約延長してエンバペも来そうということだから、なんか今年の夏もまあマドリーは颯爽と移籍市場を終わらせて、まあプレシーズンに入りマドリーのメディアたちを夏の後半困らせるんじゃないかなと思います。まあでも昨年に比べるとね、アルフォンソ・デイビスとかまだミゲル君だったりとか、それこそヨロ君とか、なんかこの辺の選手たちもいっぱいいますから、まあ昨年の夏に比べたらまだ楽しめるそうな感じはするか。とりあえず現状のねマドリーの最新情報はこれぐらいとなっておりますので、また何かあれば逐一動画にしますので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。髪が立ってる時が前撮りで、髪下ろしてる時が後撮りということになってまして
た。それではまた橋なし動画でお会いしましょうってことで、うわいよ。チャ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